こんにちは、チャイです。今日はですね、田中幸喜について話していきたいなと思います。田中樹じゃないです、幸喜について話していきたいなと思います。今ちょっと何かとね、やっぱその田中樹に関連してね、お兄ちゃんの田中幸喜にスポットライトが当たっていて、なんかその田中幸喜のなんかその YouTube ライブとかで樹っていうと、もうそれがもうピックアップされちゃって、うわ、やめたのに樹って言ったみたいな、なんかそういう感じでね、ピックアップされてるのをよく見かけるので、もうね、この機会に田中幸喜の今の活動です、カトゥーン時代じゃなくて今のその田中幸喜の活動はこんなにすごいんだよっていうところをちょっとご紹介したいなと思います。ちょっと待っててください。でもこれをね、紹介するにあたって僕がどれぐらい田中幸喜知ってるかっていうか、所詮なんかネットの記事 1,2 枚見ただけっしゃみたいなこと言うやつもいるんで、この動画を作るにあたって僕がどれぐらい田中幸喜マジなのかっていうところをちょっと表現したいなと思って、これ田中幸喜のいろいろあった後の、その新しく再出発して一人でツアー回りますって言った時の初めてのライブのグッズです。僕行ってます。今の田中幸喜を僕は知りたいと思ったので、これ T シャツをこうやってね着て、こうやってやってきましたよ。それぐらい僕田中幸喜のことやっぱ好きなので、ちょっとねこの熱が伝わるようにちょっとご紹介したいなと思います。田中幸喜の今の活動を紹介するっていうと、やっぱりその音楽になってくるわけですよ。でね、これ今田中幸喜アルバムを2枚出してます。シングル1枚かな、別でその出してるんですけど、アルバムでカバーできてるので、この2枚聴いとけば大丈夫だよっていう感じです。先に出したのがこのイースターっていう方で、2枚目がこのラウダーっていう、この2枚出してます。で、まずこの1枚目のイースターからなんですけど、もうはっきり言ってこのアルバムはめちゃめちゃロックしてます。その今までの田中幸喜のアイドルっていう枠にはめることができなかった、この暴れ出したいこの衝動みたいなのが全てこのアルバムに詰まってます。もちろんいろいろあっての、やっぱ再出発っていう意味もこもってますし、あとその純粋にラブっていうその強みのところを前面に出したりとか、あと田中幸喜のその特徴的な声、そのところもやっぱうまく表現されてる1枚かなと思います。でもこれもこのアルバム僕しこたま聴きまくったんですけど、やっぱねどの曲がいいって言われるとほんと選べないんですよ。もうどれもいいね。やっぱりなんかその皆さんラップとか、やっぱり田中幸喜みたいな、そのイメージ的なところもありますけど、なんかどうしてもやっぱちょっと難解な曲が多いんじゃないかとか、そのやっぱ今までジャニーズを聴いてた人はちょっと触れにくい音楽をやってるんじゃないかなみたいなイメージちょっと漠然とあるかもしれないですけど、全然そんなことないです。もうどっちかっていうと、もう分かりやすい音楽すぎるっていうぐらい、次ここで多分音程上がるだろうなとか、次ここで音程下がったら気持ちいいなっていうことを全部分かりやすいぐらいにしてます。あと当然にやっぱその普通にロックが好きな人、もう全然邦ロック好きでも、洋楽、本当にメタルまではいかないけど、なんかラップ系のそういうロックが好きな人とかでも全然聴けるものになってるので、本当なんかもう幅広い層がもう分かりやすく理解できるというか、もうある意味大衆受けするアルバムかなって思うので、ぜひもうね、なんかそんな難しいこと思わず、本当軽い気持ちで聴いてもらえれば、うわめっちゃ田中幸喜いいじゃんってなるんで、ぜひ聴いてみてください。でね、この2枚目のラウダーっていうこのアルバムあるんですけど、どっちかっていうとこれは田中幸喜応用編っていう立ち位置かなと思います。やっぱこのイースターを聴いた上でこのラウダーに行くっていうか、いきなりラウダー聞き出すとちょっとなんか分かりづらいっていうのはもしかしたらあるかもしれないと思います。だしラウダーの方はちょっと8曲入りのちょっとミニアルバム寄りなので、ほんとちゃんと聞くならイースターから、でその後にラウダーっていう感じですね。でラウダーの方もワンデイパスとか、なんか普通にロックしてる曲もありますし、イースターを経てのやっぱりこのよりやんちゃな田中幸喜が楽しめる1枚になってるのかなと思います。でここまでね、今田中幸喜のアルバム2枚いいんだよみたいなことを紹介してきたんですけど、残念なことにね、このこういう、なんかライブ形式じゃないですけど、こういうバンドを引き連れてツアーを回るってことはもうなんかラウダーで一応一区切りついたらしいんですよ。なんかもうやらないかどうかわかんないですけど、だからこれからはもっと違う形での表現になっていくのかなと思っていて、でそのやっぱ一環というか、その第一弾として今 YouTube やってる感じなんでしょうけど、僕的にはね、どんな形になってもやっぱりステージで歌って踊って、ラップしてる田中幸喜が僕は見たいなと思っているので、おそらく音楽制作をやめてることはないと思うので、僕のこのまたもう一回ライブハウスとかそういう暴れられる場所で田中幸喜が見れるってことを祈りたいですし、もうこの声が田中幸喜本人に届くことを信じて、この動画の締めくくりとしたいなと思います。
はい、ということで、まあ、今日は田中聖についてご紹介してきたんですけど、まあね、最近そのストーンズの田中樹経由でやっぱりお兄ちゃん田中聖っていうんだとか、お兄ちゃんカトゥーンだったんだっていう風に知った方も多いかなと思いますので、やっぱぜひそのカトゥーン時代のお兄ちゃんもいいですけど、今のやっぱ田中聖を知るという意味でも、今日ご紹介した2枚ぜひ聞いてもらえればなと思います。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。